アメリカという国の財務状況が、まあ、良くないから、格付けするだけではなく、その政局のやり方自体も信用ならんので、ランク下げますという話で、今ちょっと混乱してるんですよ。パカラパカラ。皆さん、こんにちは。もちゃんこと、経済アナリストのもちまりこです。このチャンネルでは、金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。まぶさん。はい。米国債格差でしょみたいなワードをちょっと拾いまして。うん、あ、そうそう。今ね、ちょうどこれが、まあ、市場の懸念材料みたいになってて、8月1日に、格付け会社のフィッチが、アメリカの、まあ、国債のランクを下げたんですよ。まあ、ランキングがあるんですけど、トリプル A からダブル A、だから A3 つから A2 つに下げたと。そうすると、なんなの、アメリカってそんなに懸念するような状況なのってみんな思っちゃうわけですよ。まあ、そうですね。アメリカが発行してる、まあ、債券って一番こう、世界で信頼できるものだってこれまで言ってきたけど、うん、そのランクを下げられるとなると、そもそもアメリカって大丈夫なのとか、いろんなこう不安がよぎるわけですよね。まあ、何が起きたかっていうと、まずもちろん債券価格下がりますよね。で、債券価格が下がると何が起きるかって復習ですけど、逆に金利は上がりますよね。こういう、まあ、債券価格と金利って、こう、正反対の動きをするって、これまで何度もお伝えしてきましたけど、金利がちょっと上がったんですよ。でも、金利が高いってことは、株は下落ですね。うん。なんで、少しアメリカ株が下落するような状況になったりとか、あと、それを波及して、日本株も、日経平均も結構下がってるんですよね。ちょっと調整気味とか、そういったことが、アメリカ発で起きているっていう状況が、まず今の状況です。格付けを落としたから、まあいろいろこういう風になってると思うんですけど、うん、じゃあ格付け落とさなきゃいいじゃんみたいな、逆ロジックも働くような気がして、でもこれは落とすべきだから落としたとは思うんですけど。うんうんうん。これはだから復習になりますけど、はい、アメリカの債務上限問題で、6月に一応決着ついたんですけど、はい、ありました、ね。思い出してほしいんですけど、この YouTube でも何回か取り上げて、株式会社アメリカが破綻する、破産するみたいな。あ、そうそうそう、あの話、はい、から来てて、実はこれ。なんで2ヶ月ぐらいタイムラグがあるから、あれをちょっと把握できてない人、何のことを言ってるかさっぱりわからないっていうのが多分正直なことだと思うんですよね。確かにそうです。ニュースって基本は、まあ、そこまで深掘りして書かないから、今の起きているアメリカの債券格下げされました株価下落ってどこだけが書かれてるか、何が起きてるのっていう、2ヶ月前に一応決着がついたアメリカの債務上限問題がここに今聞いてるっていうことなんです。で、復習になりますけど、アメリカってすごく、まあ、コロナとかもありましたから債務が拡大してますね。政府が借金をしてどん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 こう債務が膨らんでいって、日本はないけど、アメリカは、この債務に上限を設けましょうっていう決まりがあるんです、アメリカ。うん、マックスまで借金膨れ上がってきたから、もう、これを上限を引き上げることを良しとしませんっていうことを、まあ、共和党側が言ってたんですね。民主党側はちょっとそれ引き上げましょうよっていう、バチバチこう政局の材料になっちゃって、まともな議論というよりは、政治の道具に使われてたっていう話もしましたよね。で、結局、チキンレースだから、だって、アメリカとしてさ、それ引き上げなかったら破綻、デフォルトになって、アメリカはもう破綻したことになっちゃうから、はい、債務の上限は引き上げるということで決着がついたんですよ、6月に。なんだけど、その決着を受けて、まあ2ヶ月経った今、フィッチという格付け機関は、やっぱ改めて考えてみて、その債務がこれだけ膨張していることって問題だよねと。ここから3年間のアメリカの財務状況ってやっぱ懸念な状況になりますよねと。申し訳ないけど、ちょっとランク下げさせてもらいますと。で、さらには、そもそもこんな風に共和党と民主党が政治の道具としてやり合ってること自体が、国のガバナンスとして、まあ、そもそも信用ならんと。まあそういうことまで言ってきたわけなんですよ。なんで、まあもちろんアメリカという国の財務状況がまあ良くないから格付けするだけではなく、今置かれているその政局のやり方自体も信用ならんので、ランク下げますという話で今ちょっと混乱してるんですよ。なんで一応理由はあります。なるほどな。だけど、実はそこまで今あんまり波及が大きくない理由の一つとしては、こういうような格付けをしてくる機関って、フィッチ以外にも、まあ、ムーディーズとか S&P っていうふうに言われている、他にも格付けの機関があるんですよ。
で、基本的にはムーディーズと S&P の方の格付け機関、2大機関だと言われていて、そこは今格下げしてないんですよ、アメリカの。なんで、フィッチが言ってるだけでしょ、他の、まあ、大手2大機関に関しては格下げしてないんだから、そんな驚くことないですよねっていうのが、まあ、今のところの反応です。ちょっと思ったのは、僕はじゃあ下げなきゃいいじゃんってやっぱ思ったんですよ。うん、足並み揃えてじゃないですけど、うん、やっぱりあの財務長官ですか、なんか恣意的みたいな。あ、そうそう、うん。なんか自分勝手というか、ちょっとどうなのみたいな、好き勝手みたいな感じでこう反論してるっていう。やっぱそうだと思うんですよ、こっちの、あの政府側というか、うん、FRB 側は。アメリカの国としては、まあ、決着つけたんじゃないと。もう、まあ、イエレンさんに関しては、期限ギリギリまでに、なんとか落とし前つけて、共和党と民主党の間がちゃんとこう合意するように、やったじゃないと。なんなの今、今更こんなこと言って、みたいな感じですね、今ね。いや、そうですよね。そうなりますよね。当事者であるそのイエレンさんは、もちろんそういうふうにおっしゃるのがあるし、うん、他のエコノミストなんかも、今結構アメリカ経済の足元の経済状況、めちゃくちゃいいっていう話はこれまで何度もしてきてますよね。これだけアメリカの経済状況が、まあ、いい中で、今出すみたいな。っていうような、あの、反論してる人も多いっていう感じ。正直、ピッチですか、うん、そういうふうに言ってて。まあ、確かにそうだけど、みたいな。うん、まあ、納得する部分もあったから。まあ、財務状況は確かにね、めちゃめちゃ増えて出たから。ただ政治の状況も、僕は前に話聞いてた時、なんか変な状況だねっていうふうな、普通に感じたんですよね。うん、まあ、それも言ってるし、まあ、なんか、言ってることは理解できなかった。そうなんですよね。じゃあまあ、債務のところに関してちょっと一応復習しておきますけど、今31兆ドルぐらいに膨らんでいるので、かなりこう、アメリカの債務っていうのは膨らんできているという状況なんですよね。だから昔の時期見てみると、1980年代は3兆ドル、で、1990年代が6兆ドル、で、2000年代末に12兆ドル、で、今31兆なんで、急にボーンとこう、増えている。これに対して懸念を持つっていうのはまあ分からんでもないですけども、まあ一旦はでも政治としては上限引き上げるところで決着ついたわけじゃないですかっていう感じ。これちなみに今これある程度の影響は今あって株式市場に対して、うん、とはいえ大手機関は特に別にじゃあそれに追随してっていうわけでもない。いや、影響出てもずっと株下がってるんで一旦。ああ、うん。これすごい引きずるとかっていうのは。ないんですか？そんなに引きずらないんじゃないかなっていう見方の方が多分多くて、まあちょっと SP500 ナスダック含めて高値圏まで一旦戻ってきたんで、はい、まあ良い利食いのタイミングはもちろん探してただろうなっていう感じ。ちょうどこう加熱感もあってさ、なんかだって皆さんさ、もうちょっと前だったら投資しやすかったけどさ、今ちょっと高いなっていう感じじゃない？そうですね。加熱感があったからガス抜きの材料にはなっている。し、私もこの中に仕込んだ SP500 とか結構こうさ、今利益出てる。いや、また買いたいなってちょうど思ってたの。追加でね、もうちょっと。でも高い、上がりきったなっていうかさ、パフォーマンス多分 20% ぐらい出てるから今。と思ってて、下がってほしいなと思ってたから。まあちょっとそれでも全然まだ高いから、もうちょっとなんかおしめ。やっぱさ、8月さ、ちょっと下がるのよね。なんで、まあまあ、もし様子見であれば、もう一回買いたいなぐらいの、それぐらいの感じですね。あともうちょっと一つ言っておくと、今回このことが起きる前に、はい、その日本って長期金利の上限をちょっといじるというか、日銀がイールドカーブコントロールの修正、柔軟化というのを金曜日に決めたわけですよ。で、これがまず金曜日にすごい荒れてて、うん、どうなのどうなのみたいな。で、結局、まあ、上田さんの ご説明が非常にわかりやすかった。まあ、あの、YouTube の方のコミュニティのところでさ、解説の文章を私書いてますけど、うまくやったというか、長期金利の上限を 0.5% をめどに 1% まで認めますよと。今 0.6% まで上がってきてるの、日本の金利。日本ちょっと、金利これから上がっていくのみたいな時に、なんか日本の国内投資家としてはちょうどこう欧米の債券を売却する、つまり売却したいな、日本のちょっと金利上がるんだったら日本の債券魅力的だなって思ってるわけじゃない、うん、っていうのが金曜日にあって、で週明け、アメリカの債券格付け引き下げってなるとさ、なんか都合良いっていうか、向こうを売却してこっちに日本に戻してくるみたいな動きも動きやすくなってたんで、なんで大きく反応しているように今見えているのは、実は
背景には日銀のイールドカーブコントロールの柔軟化修正っていうのも影響してると思いますよっていう感じですけど、そんな大波乱にはならないんじゃないのかなっていうふうに言われてますよね、今のところ。もしね、次々とこうバンバンバンって他の機関も箱下げとかしてきたらちょっと状況が変わるかもしれないけど、今のところはフィッチだけなんで、うん、無難に通過するんじゃないのかなという感じです。なるほど、うん、ありがとうございます。で、あとね、皆さんにお知らせあるんですけど、はい、何ですか。8月25日に国際金融都市東京企業価値向上サミットというのをやります、はい、YouTube ご覧の方はご存知かもしれませんけど、私が立ち上げた日本金融経済研究所の初主催のサミットで、すげえ、小池百合子都知事がいらっしゃいます。おお。で、めちゃくちゃ正直ここだけの話、はい、準備めっちゃ大変です。今もあれですけど、もう半年前から毎週会議して、念願の小池都知事をお招きするということも決まりました、うん。なんでこんなことをしているかというと、前からお伝えしている通り、日本の上場企業の特に中古型の企業の企業価値、もっと高いものであるはず。本来の姿としては、その日本の企業価値を向上していくためにどういったことが必要なのかっていうことをお話ししていくっていう会になります。当日は私のもちろん、社団のなぜ立ち上げてどういう思いでやっていて、大学と一緒に共同研究した内容も初めて初披露しますし、私の考える、IR の施策がうまくいっている企業の事例なんかもご紹介します。で、小池都知事の、ご挨拶登壇があって、実はその当日上場企業でかなり IR に積極的な経営者の方々にご登壇いただきます。で、チェンジ、ホールディングス、皆さん多分すごくご存知かと思いますけれども、個人投資家向けの、IR とかコミュニケーションすごく力を入れてらっしゃるチェンジの福留社長、それから、ベクトルの西江会長ご登壇されます。で、かつ時価総額を10倍にしたマクビープラネットの千葉社長、これは皆さん表に出ているマクビープラネットの IR の施策って本当一部で、千葉社長が何を考えて社内でどういうコミュニケーションを IR 担当者としてどう、設計しているのかって実務の内容を表に話すことってほぼないんですよ。だけど、こんなこと考えてIR の施策やってたんだってことを初めてお話しいただくので、これは個人の方もぜひ知っていただきたいです。それからノートというプラットフォームを運営されている CFO の鹿島さんにご登壇いただきますけども、ノートは最近 IR 専用のコミュニティを立ち上げてすごい注目されてて、こういうふうな名だたる上場企業の経営者の方がお話しされますので、ぜひオンラインで皆様ご視聴できるので、ぜひURL 概要欄に貼っておきますので、これまで私が企業対談してきたお姿とは違う経営者の側面かなり聞けると思っていて、これはすごく価値のあるものだと思っていますし、ぜひ個人投資家の皆様と一緒に私考えていきたい場なので、すごく力を注いでいるものなので、ぜひぜひ皆さん見てほしいと思います。無料で見れますので。そんなものを仕込んでいたとは。めっちゃ大変ですけど、やりがいがあるし、非営利の団体なんで結構持ち出し、自分がこれまで一生懸命いろんなところで働いてきたものをですね、運営にお金いりますから、そこに投入しているというような感じで、でもそのために働いているようなものなんで、日本の企業価値を高めるために政策提言していったりとかするには、やっぱ活動のお金っているんですよね。だけど非営利なんで、私が頑張って稼いだところとか、一部副代表の方がサポートしていただいたりとかしてやっているんですけど、多くの方に見ていただければ、もう思いは貫徹というか、それを用いて行政の方にまたこれだけの賛同者の方がいらっしゃいますっていうことが言えるので、ぜひご視聴いただいたりとか、アンケートとかコメント欄とかもご用意してますので、お待ちしてます。いやー、すごいですね。小渕さん、本当にやりたいことの全ての集大成みたいな形になった。そうです。はい。これは第1回ですけど、これを長く続けていって、いろんな方のこう一緒に考えていって、行政に、やっぱりこういうことって必要じゃないですか。政策として一本
作りませんかっていう声を届けるためには、もう私一人でどうこうっていう話じゃなくて、うん、もう皆様のお声、皆様の多くの方々が同じような思いだっていうことが、もう民主主義なんで、それが全てなんで、よろしくお願いしますなんでぜひお待ちしてます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。